ゴリ沖縄。レンマです。おはようございます。4月の16日、闇の上ビーチの前に来てます。なんでかと言いますとですね、ちょっとゴリさんの方が、島全部で大きな祭というイベントに出演されてまして、関係者もろもろとたくさんいらっしゃるので、合間時間、闇の上ビーチに来ました。企画としてはですね、デンマの、日焼けルーティーンみたいなの。いや、お前の日焼けルーティーン見たくない。てか、お前が日焼けやったら普通にもうチャーシューになるだけだよ。はい。元マネージャーで現 YouTube スタッフのデンマが何か波の上ビーチでやります。皆さんご一緒にお付き合いお願いします。今日の波の上ビーチはね、人がどのくらいいるんでしょうか。もしかしたらね、ファンの方がいらっしゃれば、ちょっと写真とか撮りたいなと思ってるんですけど、ちょっと五輪中 T シャツじゃないのに来ちゃいました。わあ、この木とかすごい良くないですか。これさ、見てるかな。はい、こっからアウトカメラにしますね。デンマの顔いらないと。思ったより人いるの。思ったよりね、人がたくさんいます。もう夏ですよ。結構いるな。こんな感じっすね。はい、ね、見えますか。結構レンタルとかもできるみたいな。でもすいません。あ、そうです。はい、でもです。ありがとうございます。すいません。ちょっとゴリさんに自撮りしてこいって言われて、今自撮りしてます。すいません。まさか一人目いきなり出会っちゃいました。観光ですか？観光ですか？あ、そうです。遊んでます。あ、よかったです。すみません、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。うわ、にやけてる。嬉しそう。嬉しい限りです、本当に。なんだか、お酒も買えますね。ビール。400円。ああ。金そうな感じで。ハンバーガーとかってさ、キッチンカー、キッチンカー流行ってるんですかね。コーヒー系ですね。これ食べ物とか、すごい。今上に出てるんで、なるべくあっちの方にしたいんですけど、あ、ここにですね、ここにしましょう。でカメラをセットしていきます。うわぁ、得がない。デンマの裸は得がない。食肉市場でーす。っていうか放送事故でーす。何あの乳首？乳首？フィナンシェ？どっち？フィナンシェかな？ニコ、フィナンシェ。な、お腹のピクピク何？何このお腹のピクピク。はい、約1時間弱ぐらいですかね、45分ぐらい日焼けしてましたけど、結構老若男女の皆様がね、いらっしゃいます。このちっちゃい子からおじちゃんおばあちゃんまで、カップルさんとか一人で焼きに来てるおじさんとか兄さんとかね、ちょっと焼けたんじゃないですかね。やっぱ暑い。コーヒーでも買ってね、次の現場に行きたいと思います。
アイスコーヒーもらっていいですか。はい、サイズの方もありますか。 S で大丈夫です。はい、こちらやってます。ありがとうございます。直に醤油飲んでる。醤油だろそれ。いやー、やっぱ波の上ビーチはいいですね。本当に横になんかおしゃれなカフェもあって見えるかな。カフェなんすよね、おしゃれな、ね、いい感じのカフェが。ちょゴリさんが待つね、国際通りに来たいと思います。あの歩いていくんですけど、でもこっから歩いてもまあ20分ぐらいかな。タクシーで1メーターなんで、2人3人4人で来てる人たちは絶対にタクシーで1メーターで、まあ、割り勘するなり、今ペイペイで割り勘できるんでね。それかもう男気じゃんけんするなり。あーつ頑張ってますけど、沖縄の警察の方もイケメンなあ。でもちょっと焼けてんな俺やっぱ赤。はい、ということで、ご視聴皆さんありがとうございました。ちょっと沖縄の4月はもう灼熱なので、もしこの動画を見て、途中で飲むな、話すか飲むかどっちかにかもしれない。ちょっと夜は冷えるかもしれないんで、簡単な羽織ぐらいはあってもいいかなと思います。じゃあ最後ゴリさん締めてください、お願いします。はいはい、ということで、デンマ君の一人歩きでした。皆さん長い間ですね、放送事故に付き合っていただきありがとうございました。ちょっと私が、ちょっと他の仕事でバタバタしておりまして、なかなか現場に駆けつけられずですね、デマ君が、このような一人歩きみたいなことをしておりました。また街で見かけたらですね、デマ君に、声をかけてあげるか、顔に水をかけてあげるか、どちらかやってあげてください。それではありがとうございました。改めて安心よ。